こんにちは。コーヒーバンライフチャンネル、池田と申します。よろしくお願いします。このチャンネルではバンライフやバンツアー、それと僕もやってます移動販売などについてのことをいろいろとご紹介していければと思っております。まず移動販売なんですが、僕がやっている移動販売というのはコーヒーの移動販売になりますが、それも含めてですね、開業するまでの流れや、オープンしてからの動きなど、そういったことをですね、自分の実体験をもとにノウハウなんかをご紹介していければと思っております。またバンライフやバンツアーなどは最近よく聞く機会が多くなってきてると思うんですけども、まあバンライフについては先日雑誌のボーグなどでも取り上げられたようにですね、最近世界的にも、結構注目されていると思いますし、日本なんかではですね、始めた方ももうすでにいらっしゃるようなんですけども、まあバンツアーというちょっとバンライフよりも、聞き慣れない言葉も最近出てきていると思います。ちょっと車中泊なんかと、絡んでくる話題にもなると思うんですが、いずれにしてもですね、車の中で寝泊まりするような生活するような、ライフスタイルとなっております。その辺はですね、僕もですねまだまだ勉強中ということもありますが、一緒にいろんな情報をですね共有していければと思っております。それとですね、車のですね、電力のオフグリッド化、それについても今年ですね、僕の方で、ちょっとメインにいろいろ考えていきたいなというふうに思っておりまして、ポータブル電源を使ったオフグリッド化っていうのをいろいろと、試行錯誤しながらではありますが、進めている状況になります。その辺もですね、いろいろ進捗状況を、ご説明しながら、ご紹介していければなと思っております。まあ電力のオフグリッド化というのは最近よくSDGs とかよく聞くんですが、その辺の絡みとあってですね、再生可能エネルギーを使用したサスティナブルな、生活ということでもよく聞くようになっておりますので、今後ですね、さらにその辺の話題というのはニュースなどでも取り上げられると思います。そんな感じの内容をですね、このバンの中からいろいろご紹介していければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ちなみにですね、ここは僕が移動販売で使用しているバンの中で収録しています。次回はですね、うちで使っているこのバンについていろいろとご紹介できればと思っております。ということで、最初の動画はこんな感じになりますが、次回以降いろいろとご紹介していければなと思っておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それとですね、移動販売始める上でいろいろとご質問とかあればですね、コメント欄に記入していただければ、僕の分かる範囲で、お答えしていければなと思っております。まあ僕のやってる移動販売というのはコーヒーの移動販売ですので、それに特化するかとは思うのですが、分かる範囲でですね、お答えできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では、次回もこの番の中からお送りしたいと思います。では、バイバイ。